何だ だって次はですね、あの、必ず物が売れる方法っていうのがあるんです。必ず売るんです、それより必ず何でも、何でも売れるんです。そうなんです。これがもしできるようになったら一生お金に困りませんね。だって何でも売れるし、自分は持ってないもので持ってるも、のも何でも売れる。ええー、そんなん、本当に何でも売れるんですかそうなんです。その原理原則とそのノウハウ。原理原則っていうのは常に必ず絶対に全人類の全員がそのように思ってます。そうやってます。そのように脳が作動してますってことが、これが原理原則ですね。それを具体的 に実施するための、まあ、ノウハウハこれはあの実際の具体例とかねあの、使用摩擦になるんですけど、でもノウハウ分からなできませんねということで、その、ね、原理原則とノウハウを語っていきますけれども、えー、相手から、ね、イエスを引き出す局面っていうのが、これがね、買ってもらうということだから何かを売るという場合じゃなくても、何かね、相手からイエスっていうのを引き出すために、全く同じことが脳の中で起こってるので、これね、実は同じことなんです。何でも売れますっていうのと、何でもイエスを引き出せます。これ同じことですよね。なので、人生の重要な局面 全て相手からイエスを、ね、引き出す場面です例えば結婚してください、イエース、ね、投資してください、イエース、えー、お金払ってください、イエース、ねえー、このことやってください、イエースって何でも、ね、イエスが引き出せるようになると、いやあのもうそれは、ね、あの本当に、ね、人生が得だし、このチャンスだと思った時にそのチャンスをつかみに行くことができるようになるわけです。それが物を買ってもらうっていうのと同じことが脳の中で起こっているんですね。例えばですね。 まああのー、先ほどね話したの前,前提をねいくつか使うんですけどね前提覚えてますかあの目の前のね相手を自分だと思って自分にいいものを渡してるってまあそうなんですよねだから相手のことを自分だと思うからこれやってくれたらやったら嬉しいだろうなっていうねそれ自分ですから自分が嬉しいだろうなと思って自分がやってあげると自分も相手もね一心同体嬉しいっていうそれを使っていくんですけれどもあのねの悪いものをもらったら悪いものを返す、ね、いいものもらったらいいものを返すっていう話しましたけれどもその人からは流れが変わっていかない じゃあどういう人から流れが変わっていくのかっていうと人のねえー、っといいものをもらったらもっといいものを返す悪いものをもらっても自分からいいものを返すこの人だけからこうね流れが変わっていくんですそれをね使っていくんですよじゃあね何を売っているのですかって何でもいいんですあじゃあね、まあ、例え話でいきましょうねうどん屋ですうどん屋に入ってねああなんだあのうどん屋の看板おうどん屋かなんか腹減ってきたなそうだ、えー、うどん買おうえー、っといくらかなあ500円ねあまあ五百円だったらいいなって言って店に入ってお金を払ってねそれでうどんを食べて出てきましたはいこれ 問題これね何を買ったのかってねそれはうどんでしょってみんな思うんですけど違うんです、ねそう。何を売ってる何を買ってるのかが分かってないから売れないんですね。えうどんじゃないんですかそうなんです。じゃあもしね本当にうどんを買ってるんだとしたら。 そのお店に行って、ね、500円うどん、いや、スーパーに行けばね、うどん200円ですよ、人のたまにね、あの汁を買ったとしても300円くらいかな。ということはですよ、なんで500円でうどんを買ったんですか、そうなんですよ、うどんを買ってるんじゃないからなんですね。はっきり言いましょうね、本当はここでね、1時間くらい考えていただくんですけれど一言で言います。 今ここで食べられる、うどんを食べられるという価値を買ったから、うどんがね、うどんを買ったたと本当にいいその200円でスーパーに行けばいいんですそしたらうどん手に入りますよね。違うんですよ。お皿を洗わなくていいとか、ここで食べられるとかね、箸が準備されてるとか、なんかこのお店で食べてみたいなとか、そういうのを買ったんです。だから500円でね、あちょうどいいなって、あ元を取った気がするなって言って買うわけですね。つで、つまり、ここはうどん売ってないんですね。付加価値を売ってるそうです。今ここで食べられる。ね、このお店で、このおしゃれな店で。 食べられるそういう付加価値を売ってるんだということにまず気が付いてください。ね、でいつ買おうと思ったんですかうどんいよいよお店に入ってねお,いお金払った時で違います。ね お金を入る前払う前にそのお店に入ろうとあなたは思いましたね。入ろうと思ったのに何も食べないで帰ってくるってことがありますから、まあ、よっぽどね、いや、なんか全然違ったって言えばあるかもしれませんけども、入ろうと思って歩き出した瞬間にもうそのお店に入る、入って何か食べるって決めてますよね。で、その上で食べるって決めたら絶対お金払うって決めてますよね。つまり、そのお店の看板を見た瞬間に、あ、これうどん屋だあ、そういえばお腹空いてんな、あ、500円か、じゃあ行こうって、歩き出したもうその瞬間、つまり決めた瞬間、その 店店行ここうううっっってててて思たたた瞬間にあなたはもうそのとと契約をししお金を払う気満々でで突入してったってことですねつまり、もうそこでね、とんでもないあの自分の予測が大外れたということに気づかない限り、そこでもうお金を払う。だから、もしねあ、食べてね、なんだこれ500円なのに、ちょこんだけしか入ってなくて、え、これ、この味ちょっとないでしょ、これは大損した、絶対もう二度といかねえって思っても500円払いますよね、そうなんですつまり契約は終わってるわけです。 であの逆にね、あこれ500円、超得だって思って、あのーね、いっぱい入ってるし、これは美味しい、そうだ、友達にお勧めしてよって思っても、500円払って出ていきますよね、そうなんですもう価値交換は終了してて、次にね、リピートするのか、もう一回行くのか、人に勧めるのか、さらなる価値を感じたのかっていうところでは変わってきますけれども、あなたが買おうとした瞬間は歩いた、歩き出したね、その瞬間、つまり決めた瞬間なんです。 ということはね、これ、何を買ってるんだと思うんですか、そうなんです、うどんをそこで食べられるっていうものを買って、付加価値を買ってたんですけど、結局ね、結局、ものを買ったんじゃないってことなんです、そうなんです、まだ買ってないね、まだお店にも入ってないのに、もう買うこと決めてるわけでということあなたは何をその決めた瞬間、買ったんですかそうなんです 実はあなたは期待を買ったんです。そうだ、この通り、こんな感じの味だ、うどんはこんな感じだ、自分はお腹空いてる、このお腹がある程度満たされるという期待を買ったんです。だからそこに歩いていき始めた、つまり労力を払ってもそれをやると決めて実行を返したわけです。そうなんです。これを覚えてください。あなたは一回も物を買ったことがないんです。<laughs> あなたは期待を買ってるんです。じゃあ、どういう期待ですかそうなんです。これねあの じゃあ他の例をね見ていきましょうねじゃあこれがあのうどん屋じゃなくて、うん、あの車でもいいですはい500万円の車ですあ買おうかなどうしようかな500万円ちょっとなうよしよかった買いますって言った瞬間あなたは車を手に入れてますか手に入れてませんよねということは車を買ったんじゃないんです何を手に入れたんですかそうなんですああ子供をねキャンプに連れていけるなとかえっ、ー、と今日はあのこの今までねあの 自転車で行ってたけどこれ車に行ったら楽でかっこいいだろうなとかねほ他の人を喜ばせるだろうなとかこう所有欲を満たせるだろうなとかつまり一言で言います。 なりたい自分になるという期待を買ったんです,そうです、ね、お腹が減ってたからお腹が満たされるというなりたい自分ねこん,こんなの持ってたら憧れるだろうな楽だろうなというなりたい自分えマウント取れるだろうなとかねこの車持ってたらねみんなからねうわー,ーさんすごいですねって言われるだろうなとかねそういうなりたい自分への期待を買ったんですそうなんです全人類が何かを買う時に一人の例外もなく全員同じものを買ってるんですそれはなりたい自分になる期待ってことですこのなりたい自分は、ね、人によって、ね違う 買うので全く同じ商品を買ってたとしてもどこが刺さってるのかわかりませんよね。あのなりたい。自分がその車を運転している自分なのかね。これがあのキャンピングカーがいいんだって言ってるのか、それともワウントを取りたいためにはだ同じ車を買ってもその人のなりたい。自分っていうのは違うのでえー。そあの。 違うんですが、全人類が共通して一人の例外もなくそのこの人間の脳を持ってる限りねいや言ってることは買うというのは一体何かななりたいい自分にるる期待っっててうのを買ってるんです。これを分かってなければ売れるはずがないですよねだってうどんを売ったり車を売ったりしてるんじゃないんですからそうなんですなりたい自分になる期待を相手に渡した時にその人が買うかどうかを決め,決め始めるわけですねでもじゃあちょっと質問ですよ うどん屋に行って、おしお腹すいたからうどん行くかって見て、看板見た瞬間、1万円、いや、10万円って書いてあったら、あなた10万円のうどん買いますか、ね、これちょっと食べてみてえなって、別のね、えー、なりたい自分にの期待が働いてね、買っちゃうかもしれませんけど、まあ、買いませんよね。それなんでかっていうと、自分がそこから得られる価値が10万円より低いよねっていうふうに思ってしまったんですよね,でね。実際ね、多くの人がそう思うということは低いのかもしれませんけれども、ね、これが、つまり、 相手はいつ買うのかね。いつ買うんですかそうなんですそこからそれ以上の価値が取り戻せると確信した時に買うんですだからえー、あ500円だったら取り戻せるなそうだよな自分で買ったら、えー、スーパーに行って200円で仕入れてめんつゆを買ってきてお皿をやってえー、しかも今ここでなんか金属の鍋とか費用をやって、えー、やったらねこれねなんか1000円とかなんか下手したら1万円くらいかかるんじゃないかななんて思うから500円安すぎるってなるんですね、そのうどん売ってる方は大量にうどんがあって、えー、これね 1一個300円くらいで作れるから500円で売ろうって言ってを、えー、ね今から買う人はこれ自分で買ったら1000円とか1万円とかしそう自分で作ったらね1000円とか1万円とかしそうなんだけど今ここで500円払ったら食べられるうんこれはお得だってことでねあと自分がうどんを食べたいっていうのとたプラスされて買うわけなんですいいですか今2つのことを言いましたよはい言ってください何を言いましたかそうです、ね、あの何を買ってるのかそれはなりたい自分になる期待を書いてるこれは全員そうなんですだからそれを売らない限り絶対に売れ ないんですねその上でいつ買うのかそうですそこから取り戻せるという確信を得た時ですはいこの2つが、えー、あったらね何でも売れる売れるし買えるしねまあ売れるんですえー、じゃあ澤さん私のおじいちゃんが使ってたなんかね壊れたマグカップでも使えないこれも売れるんですかそうなんです売れるんですそのマグカップどころかですね私がチーンってこう花紙ねかんでまあ,あのこれ噛んでないですけどここにティッシュがありますけれどもこのティッシュね切ったねなんかもう誰なんだこのひげの親父はってこ,この気持ち悪いよっていうこの ティッシュ、これでも売れるんですえ、いくらで売れるんですかそうなんですよ。1000万円でも売れるんですあ、えー、それはね、いくらなんでも、<laughs> 2 0 0 0万円でこれ売れないでしょ。だって汚いよって、本、ね、当、あのもうほんとこれ、ゴミ箱に、ね、行くだけかもしれませんけれども、これが売れるっていうことが、今の2つを理解してるってことなんですね。なりたい自分になる。 えー、期待を買っている、そしてそれがこれ以上取り戻せ、さあさあいくらだこれから一0前万円取り戻せませんってね、今思ったでしょ。思ったということは、私の言ってることは理解できていない、つまり何でも売れないってことなんですね、何でも売れる。相手からイエスを引き出すのも同じ状態を作り出すわけです。なりたい自分を相手の頭の中に作り出して、それが得られる期待を、 えー、作った上で、えー、これ、それ以上の価値が、えー、返ってくる、私に取り返せるって思った時に、これを買うわけです。じゃあ、これね、売ってみてください、あなた、今から。私にこのティッシュを売ってください。えー、無理ですかね、本当はここで1時間くらいね、問題出させてね、買わせるあの私にね、売ってもらうんですけど、私が今から、あなたにこのティッシュを1000万円で売ります。いいですかあなたは10秒後に必ずこのティッシュを買うって言ってます。 ええー、そんなことあるんですかはい、あるんです。じゃあ、いきますよ。このティッシュ、薄らぎたない。何の価値もない。本当にゴミのティッシュです。もうこれをか、ね、持ってるだけで気持ち悪いと。じゃあ、この1000万円。はい、これ1000万円です。あなた買いますかはい、い。じゃあ、今から売りますよ。このティッシュをもしあなたが買ったら、2000万円今すぐ差し上げます。どうですか 買いますかそうですこう、こういうオファーを出したとき、必ず全員、100人いたら100人、これを1000万円で買います。ね、お金を集めてきて、もう,もうすぐもうっていうあの、家族中から、ね、集めてきてねあの、現金あれば即決で買います。 つまり、へえ澤、ー、さんそ、そんなのずるいでしょ、ずるいんじゃないんです。ね、さっき言いましたよね、原理原則、全人類がそうなってる、それは一体何か、えー、ね、1000万円払ったら、必ず2000万円返ってくるという、付加価値がこのティッシュについたので、このティッシュは、ティッシュじゃなくてもいいんです。何でもいいんですね。私の爪の垢とかも余計いらないかもしれませんけどね、あのそういうものでもいいんですね。ね、買ったじゃないですか、あなた今ね。 ということは、それ以上の価値が返ってくる、なりたい自分になるね、1000万円得するってなりたい自分ですよね。それを手に入れたってことなんです。その期待を買ったんですね。だからこのティッシュを手に入れる前にあなたは1000万円払ったんです。でも、ーさん、それはずるいでしょうそうなんです。だってこれをやってたら、あなたは一瞬のうちに破産しますよね。だって1000万円もらって2000万円出してこれ、これずっとやったら、えー、あなたは破産してしまいますよね。これは今のが原則だっていうのを理解してもらうための例題であって、 これれからしゃべるやり方が何でも売えっとそうですね私あの仏道学園っていうのに入ってもねこれお坊さんになれる特度するっていうその,あの学校にね入るあのお寺に修行時にしに行くやつなんですけどこれねなんとお布施お布施っていうのはそのお寺に貼るお金がですね100万円なんですね私これ安すぎるって思って入ったんですでも他の人に「いいよいいよ」っつっても、ね「え100万円やいや私別にお坊さんになりたくないし」っていうわけでそりゃそうですよねだって「お坊さんになりたいんですお坊さんになりたい 私はどっかでお坊さんになれるとかありませんか紗さ,さん教えてくださいっていう人だったらこれを払うかもしれません私の人生をかけてね、もういくらでもお金があるんです、この入りたいんですっていう人だったら買うかもしれませんよ。私はこれを1分間のプレゼンで6人の方々に買っていただきました。私、別にそこからねあの、コミッションとかいただいてないですけれども、でもね、これ価値あるからぜひね、みんなに買ってほしいなって思ってプレゼンしたんです。これ何を売ったと思いますかねそうなんですよ。 仏道学園に入るお坊さんになれますよっていうのを売ったんじゃないですか。だって、そこにいる人たち全員お坊さんにむしろなりたくない。え、お坊さんって何ですかお坊さん、何の興味もありませんっていう人に話して1分間で6人に売ったんですね。この6人は何が欲しかったんですかそうです。全人類が共通してなりたい自分になる期待が欲しいんですね。なりたい自分、なる自分って全員違うじゃないですか。でもね、経営者とかって結構ね、あの、 あーそういうのが共通してるっていうか、まあ、大体こうだろうなって話したら分かるわけです。なので、なりたい自分は相手から聞き出す。相手に言っていただけば必ず分かります。だって、あの相手がそう言ったってことは、そう思ってる。相手の脳の中にそのような電流が流れてるってことですからね。なので、えこれを えー、聞かないでも私はねもうこの人たちそうだろうなって思ってねあのプレゼンしたわけです。えー、一体何を売ったんですかね。まあここでね大体普通あの1時間くらいね皆さんに考えていただくんですけども今日はね講義なのであのこれを、ね、いきなりね言っちゃいますけどお坊さんになるという資格なれますよ誰も買いません。だってお坊さんになろうと考えたこと一度もない人たちですからねでもなりたい自分になりたいそれは何かね じゃあ今からプレゼン始めまますすよ、すよ。行き実はね私はこのお坊さんになって得度をしたんですそこがなんとすごい誰から得度を受けるのかっていうのは重要なんですけど、えー、その富士山を世界遺産にするってこれ不可能って言われてたんですけどそれを実現した富士山を世界遺産にした会の会長だった小田善光先生っていうすごい先生がいてこの方はですねもう政界とか、まあ、あの増田整形塾の4期生でね高市早苗さんよりも先輩なんですけれどもそういうもう政界とかに,にもつながりがあってねもうその近く 国にいるともうすごい人たちね普段会えないようなすごい人たちに導かれてご縁を頂けるっていうもうそれだけでね私はもういいなってもうはっきり言って仏教のね仏教を学びたかったです学びたかったですけれどもそれだけじゃないんですとそ,そ,その上でそこの仏道学院とかに入ってくる人たちどういう人だと思いますかそうなんです企業の会長とかがゴロゴロいてあの そういう人ですと同級生になれるって私は思ってもうねあの知ってる会社の社長とかが「あの,かあの社長同級生になれる」っていうねそもうねしかもお坊さんの修行を一緒にするわけですからめちゃくちゃ親しくなるしその権利だけでも100万円これ安すぎるとその上で、えー、あの松下幸之助さんのね一番弟子と言われる稲森和夫さんね JAL の再建とかを行った京セラの名誉会長ね亡くなってしまいましたけどもあの方が人生の終盤において特度仏門に入られて ですね、あれくらい極まった方が最後に求めた考え方が仏道だというのを知って、ね、わ私それね6070になってからそんなもの手に入れるよりもだったらねそういう価値ある考え方だったら40の今からね手に入れた方が使える期間長いじゃないですかだってねどうせ自分だってそのくらいになるわけですからそのことに気づいてだったら今すぐやろうってすぐねお坊さんの道に入りましたというプレゼンをしたんです。 どうですか皆さんね今の話聞いてねなんだ仏教って全然知らないよ興味ないであでも入ってみようかなってね100万円安いわってだんだん思ってきませんでしたそうなんですそれ以上のものが取り返せるという確信をどん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 持ってきたわけですねで100万円がポーンって貼れちゃうの人はそっちの確信の方が大きいのでそれ以上のものが手に入るって思って、まあ、私のねこの話さの経営者の方ばっかりだったので皆さんそのようにね決断されてその同級生の人たちと今もねステージがどんどん上がって。 しかもその小田善光先生のね元でいろいろな学びを得ても当然その,その講座だけでも当然100万円の価値はあるんですよ。にもかかわその付加価値がついてきたらどうですかそうなんです。ななりたいい自分になれるっていう期待を 買ってその確信が得たので皆さんねこのまちょっとあのこのプレゼンで皆さんあの入った行ったわけですそうそうなんです私何を売ったんですかそうなんですなりたい自分になる期待がお坊さんになるだけじゃないんですねだってそうあのねしかもこれは何か付加価値をつけたんじゃないんですよでだってそのお坊さんに行く学校に行ったら今私が言ったの全部勝手についてくるんですからそうなんです全部勝手についてくるとこだけどこのお坊さんの仏道学園ですっていうとこだけをお話してもなんだ。 お坊さんになるのか、別になりたくねえしなって、相手の脳の中にはその付加価値がついてないんですね。だから私は何も、別に追加でなんか追加でプレゼントしてないわけです。もともとあったものをの中からあなりたいや、ね、自分になれる。あそんな人とつながれるんだったらもっとステージが上がってね、いいな、そんな人たちから学びあ、そういう人たちと同級生になれるんだという付加価値を。 えー、彼らに感じていただいたんですね。そうすると、最初からついてるものをただ強調して言っただけですね。だからな、私自身は何の、えー、なんかこう持ち出しもないわけです。なのに、こ0 0万円のものが売れていったと、えー。ということでね、これを皆さんね、実際にやってください。これが原理原則です。原理原則、もう一回言いますよ。全人類は全員なりたい自分になる。 期待ね、なりたい自分も買ってるんじゃないですよ。だって本当にそうなるのかわかんないから。だけど最初に買って契約してるんです。ということは期待を買ってるんです。だから期待を。 作り上げてください。期待を相手の脳の中に、相手の脳の中に、そういう期待が、ああ、そうだ、そうなるんだという期待を電流を流させてあげてください。その上で、絶対それよりも取り戻せるという確信を相手に与える。まあ、今の場合ね、追加しませんけどこう、相手が価値を感じる、ああ、そうなりたいと思うような付加価値っていうのはこっち分かんないです。だから、どんどん話を聞いていって、相手に言わせてあげるんです。 でそれ以上の期待を取り戻せると確信したときに相手は買うわけですね。なので、そのリスクを取っていってあげる。例えば、価値がないと思ったら全額返金していいですよ。これ、相手のリスクが減ってますよね。リスクが減っているので、より確信が高まるわけです。そしてね、相手の自己肯定感を高めてください。えー、自己肯定感って何が関係あるんですかその自己肯定感が高いと取り戻せる確信が増えますか、減りますかそうなんです。増えるんですだから 相手の自己肯定感を高めるトークね、私はいつも相手にいいものを渡すね、いいものを渡されると、その人の、ね、自己肯定感っていうのは上がっていくんです。あ自己肯定感が上がると、ああ、それって簡単なやつだ、それってできるやつだ、それってあの過去にやったけどうまくいったやつだっていうところに脳の中に電流が流れていくので、えー、と取り返せる確、ね、信が高まってくるんです。逆に自己肯定感が低いと、ああ、それ失敗したやつだ、めんどくさいやつだ、ああ、それ大変なやつだっていうところに電流が流,流れていくのであの、そのね、取り返す。 ないい感覚が強まっていくわけですねなので、えー、自己肯定感がね高い人の方が、えー、いっぱいね買いますし買うってことはイエスっていうことなのでどん,どん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 チャンスを手に入れられるってことなんですだから自分の自己肯定感はどんどん高めてくださいね。あのー その高める方法はまたね別の回でや,やってますけれども、えー、なので相手の自己肯定感を高める話をしながらねさっき言った全人類がやっているなりたい自分になる期待っていうのを脳の中に電流を流してやってそれでいて相手にその言葉を言わせてそれ以上の価値が手に入るという確信を導いていくっていうことをやるとこれが必ず売れていくだから条件はさっきの2つですよねいつ買うのか何を買ってるのかこれを理解しない限り自分のねプレゼンのトークの内容が 全然意味のない、相手に興味のない、それって価値ないよね、なりたい自分と関係ないよねっていうところに電気が流れて,ってしまうわけですね。はい、ということで、ここまでが原理原則ですが、ここからそのノウハウのところをね、やっていきたいと思いますね。ノウハウって何ですかじゃあ、具体例をね、私がペラ,ペラ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 喋っていきますので、えそれを、へえ、そうなのかってメモでも取りながらね、やってくれたらいいかなと思いますけど、ま,あ、まずね、まあ、これ直接会ってても動画でもいいんですけれども、あの動画をね、作るやつからね、言いますけど、あの自分でその人、ね、この人に、 買ってもらいたいなっていう人に向けて何とかさんって直接名前を呼んで動画を撮るわけです。その時にね文章を読みながらとかじゃなくても頭の中からね自動的に出てくるもうそのなんで出てくるかって言うとそう信じてるそうとしか考えられないから淀みなく出てくるんですね。そういう風に本当に思ってることを喋ってくださいね。本当に思ってないことをあなたの眉毛とかねあの目とかこうこの辺とかからこうひとかねいろんなところから漏れ出してですねそれがあこの人ちょっとなんか作ってんなとか嘘だなっていうのが分かっちゃうわけです。そうなんです人間ってのは恐ろしいセンサー。 思ってて相手が本当に思ってるのかどうかね、バレてるんです。あなただけです、バレてないのは、自分だけでばれてないと思ってるんです。なので、本心で喋ってください。そしてね、相手の,、うん、あの前回ね、どこどこで会いましたよね、なんていう世間話から始まって、その時あなたこう言ってましてね、私はその言葉から感銘を受けて、私の行動を変えました。そうなんです相手に感動を与える えー、一番ねすごい力っていうのはあなたの言葉で私の行動が変わりましたっていうやつなんですねなのでそのその方の言葉を、えー、思い出してねあ,あなたああいうこと言ってましたねだからすごい感銘を受けてあれから私はこういうふうにするようにしたんですみたいな話をやっていくと相手が「あそうなのか」ってことでどんどんね話を聞いてくれる動画の最初でねその話をしないと「なんだこれセールスのね買いたくないなんか仏像学園の動画かよ」とか言ってね切っちゃうわけで最後はね見ないんですねんであ「どうだった?」とかって言ってもね あのいやいやもういい別にいりませんってなっちゃうんじゃないんです。最初にいいものを渡すんです。だから相手が、あもっといい話が聞けるかなって思って、その話をね、その動画を見続けるわけなんですけど、そこで感謝してください。そして承認してください。本当にありがとうって、あなたのおかげで今の私があります。どんどん承認してください。で、最近私が手に入れたのは価値ある考え方とかをね、シェアしたいと思いますって言って、そのシェアする。だからあの、いい言葉をね、相手に与えた上で、相手に、もう私のね、最近に。 手に入れたすごいいいネタとかねあの、この話でもいいですけれども、そういうのをあげる、こうしたら相手はもう,も,うもらいっぱなしで申し訳ないなってことで話を聞いてくれるわけですね。それあ、これ別に動画じゃなくてもいいですよ。動画、あのリアルで話すときもそうですよ。そして、えー、リアルのときはねあの、双方向で話しますんで、相手のなりたい自分っていうのを聞いていくわけです。でどういう風になりたいんですかって聞いてもね、答えてくれませんからね。なので、世間話をしながら、えー、あの承認していって、えーえー、最近なんかあの、どんなことやってるのとか言って、その悩みを ちょっとずつ聞き出していくんですね。それでちょっと悩みが出てきたら、あそうなんだ、そういうこと困ってんだ、あなるほどね、どん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 承認していくと、相手はもっと深い悩みを話してくれますんで、そしたら、その、あそうなんだえ、じゃあそれが解決されたらどうなるの、それが解決された未来を相手に聞いてください。それをね、勝手に解決して自分がしゃべっちゃいけないんですよ。相手の脳の中で解決したイメージを、えー、持ってもらう、ああ、そうだよね、これなったらいいよねそあ、っていうのを相手の脳の中に作り出してもらうんですね。そしたら それってどうやったら治るんだろうね。どうやったらいいんだろうね。どんな未来があったら嬉しいんだろうね。ってこう導いていく言葉をね、あの、使ってもいいんですけども、その導いていきながら相手のそのより深い悩みにアクセスしていって、それが解決された。ああ、これ解決されたらいいよな、ね。で、その上で、あの、それが解決できたとしたら、 いくら、えー、いくらいの利益が出るんですかっていうのを聞いてみてください。そしたらね、例えば、うん、そうだよね、最近コロナでお客さんがもうね、1回来たのはいいんだけど戻ってこなくて2回目がないんでリピーターが全然来ないんだよって、リピーターが来るようになったら嬉しいんです。そりゃ嬉しいよ。リピーターがね、来た、あの、一度ね、来た客が、あの、クーポン、クーポンとかでね、来た客がもう二度と来ないんだよだそれにね、あの、リピーターがちゃんと来るようになったら嬉しいね。そのリピーターが来るようになるにはどうしたらいいのかな。うん、そうだな、こんな方法。 があるかもしれないけど、ね、試してみたんだけどうまくいかないんでななるほど実はそれあのそ,それをリピーターが毎月、えー、その1回来たお客さんが毎月毎月来るような方法をあのやってる。えー 教えてるるとところがあるんだともしそれその人がそれを完璧に、ね、毎月毎月そのリピーターが来るようになったらどう思うそりゃ嬉しいよでもそんなのなかなか難しいよねそうなんだその難しいのができたとしたらどのくらい、あのー、あなた利益が出るんですかっていうのを、うん、ちょっと計算してみてあそうだよな、ね、毎月かそうだな500万円くらい利益出るような気がするなえ500万円も出んのそうだよねだってリピーターが来たら500万円くらいいくよねじゃあ 実はそれ、あの我が社で400万円でそれ必ずリピーターが来て、えー、やるっていうそういうね、プログラムがあるんだけど、買いませんかって。えー、そんなのできませんよってね、思わないんですよ。それ、できる人を知ってて、その人に頼めばいいんですね。<laughs> なので、それをね、その人にはねあのいい、いい友達いるから紹介してあげるようじゃないんです。そのリスクを自分で取るんです。自分で取ったら、 あのね、自分の下請けとしてその方を害虫で雇ってねやればいいんです。例えばその方が50その方があの50いつもね100万円でそのコンサルというかねあれを請け負ってくれてる方だとしたら自分は相手はね500万円の利益が出るっていうんだから自分は400万円で売ればいいんです。 ねえー、400万円だって、そしたら500万円の利益、この400万円のものを買ったら500万円の利益が出る、それを取り戻せるっていう感覚が出てきますよね。で、400万円で売って、下請けに100万円でやってもらったらあの、どうですか、300万円の利益が出ますよね、その上でそこにあの紹介料のコミッションを10万円くらい頂い,いてもいいですけども、そしたら、あのその、ね、下請けで頼んだ人っていうのは、喜びますかそうですよね喜 だってお客さんが勝手に来てくれたんですからねお客さんが勝手に来てくれて浅尾さん、えー、呼んできてくれたんですねありがとうございますってコミッションまで払ってねあのそれ90万円でやってくれるわけですよ喜びますそしてその受けたお客さんねお客さんは500万円の利益が出るあ400万円でそれが確実になるんだって思ったらそれ喜びますよねその上で自分は自分の商品を売ってませんよね人の商品を売ったのでえー、っと 自分の時間が減らないんです。これがもし自分の商品だったらどうですか自分の時間が減っていく。もうこれ以上、えー、商品を売ることができないってなりますけれども、人の商品を売っているので自分の時間は減らないんですね。 そうなんです、えー、お客さんも喜ぶし、下請けの、えー、同業者も喜ぶし、自分も喜ぶ。自分がやったことは何ですかそうです。リスクを取ったんです。リスクを。ねそうですよね。だって、その下請けの方が本当にそれをできるとは限りませんよね。でも、この人に、えー、ちゃんとこういうふうに言ってくださいねとか、それを達成してくださいねっていうふうにお願いするわけなので その会社が勝手にやるのではなく、自分の下請けとしてそれをやってくれるっていうことをまずとと選ばなきゃいけない、そのリスクを買ったおかげで300万円の利益が出つつ、時空の時間が減らないで、相手も喜び、お客さんも喜ぶと、これがすごいんです。も,うもちろんね、あの自分の商品をね、自分のコンサルとかね、自分のものを売ってもいいですよ、で何でも売れるし、今ね、何でも売れるって話しているから、この例を出したんですよ。 そしたらみんな三方よしで嬉しいじゃないですか。つまり、あとはリスクリバーサル。ね、あのいや、500万円の利益上がるんだけれども。 400万円ちょっとな、それ失敗したらどうしよう、リスクが大きいんじゃないか、そのリスクを自分が請け負ってあげるんですね。でそういう風にして、だからね、値段も決めなくていいんです。相手がもしね、よし、900万円の利益が出るぞって言ったら、これね、800万円とか700万円で売ってあげればいいわけですね。で、そうしたらその分利益が増えますし、そのリスクをカバーした分、当然ねあの、えー、そのリスクに充てられる金額も増えますし、という風にする。これをね ただやるだけなんです。なので、いろんなこの,この商品は、こんな悩みの人にはこの人を紹介してあげればいい。この悩みにはこの商品ね、こういうことをやってくれる仲間を見ればいいって、その人の商品の内容をよく理解して、知っていて、紹介して、えーそ、それだけで、多くの人が喜ぶ価値を作り出したわけです。ね、その時の条件は何でしたかね、相手がイエスっていう時の条件は、そうなんです。なりたい自分になる期待を。 得られたっっててことだってねあのそうなったら嬉しいですか嬉しいです。いくらくらい塗出ますか。そうますか、ね、?500 万円は必ず出ると思いますって言っているんだから400万円で売れるわけですよね。これは自分何もしてないのにさっきねあの、花紙1000万円で。 あの売って2000万円差し上げますって言ったらねあの、破産しちゃいますけど、今回のやつはどうですかいくらでもできますよね。つまり、ベースは今喋ったこのやり方を持って、あとは自分の商品売ってもいいし、いろんな方のね、商品を売ってあげたら喜ぶじゃないですか。澤さん、えー、私のようなね、あのコンサル売っていただいてありがとうございますみたいな。でその代わり、そこに対しての責任を自分が背負い込むってことですね。つまり、リスクとチャンスは同じものなんですね。コインのリスク、コ,コインのこっち側を見たらチャンスって書いてあ 書書いいてててああるるけど反対もたら見たらねリスクって書いてあるんですよだからみんなねうわーリスクが来た私の欲しいもんじゃないよって言うんで何を言ってるんですか神様はそのリスクがねチャンスとしてあなたにくれたんですだからねチャンスをくれたのにねうわー私リスクいらないって言ってる人はずっとチャンスがつかめないですし。 あの、あなたが行動したからこそ初めてそのリスクがやってくるんであって、行動してなかったら絶対そのリスク来ませんからね、元々つまりチャンスも来ないってことです。つまり、このように考えて、こうやってそういう話を提案をしてあげる。提案をしてあげなかったらみんなね、そんな話も知らないし、 この話もそうですけれどもね、自分からこうだっていうのを相手に教えてあげるギブから始めるんです。そうなんです。与えたもの、どん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 与えてください。私みたいに。そうやってあげるとね、あ、そうなのか、うや嬉しいなってみんなが喜ぶんです。みんなが喜ぶように作り上げて、相手がなりたい自分になる期待を売りまくってください。こうやって、えー、そのお金の心配から無縁な世界にどん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 行って、それだけじゃないんです。本当に周りのみんなが幸せになってステージが上がっていくる そうなんです。竜なんです。竜はステージが上がっていくんです。竜はチャンスをもらったら、そのチャンスを一瞬のうちに掴んで登っていく。登ってて相手よりも上に行ったら、その相手、味方、仲間をね、ガーッと引き上げてあげればいい。その引き上げられた仲間が竜ならば、また自分にチャンスをくれて、また自分がそのチャンスをガーッとね、どん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 上がっていくんです。これが登り竜スパイラルです。そうやっていろんな竜の仲間を見つけてですね、どん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 ステージを上げていきましょう。そうなんです。あなたは龍です。間違いない。気の流れであり、 エネルギーの流れこの流れてるもののことを流っていうんですね、景気が悪いっていうのは、この流れが止まることを言うんです。なので、どん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 周りの人を幸せにしてください。さて、次の話題に移ってまいりましょう。まだままだだ終わりませんよとということで。